遥かな昔、マナの力によって進化した文明が地上に栄えていた。やがて人々はマナの力を戦争に利用するようになり、マナの要塞と呼ばれる巨大な船を生んだ。しかしあまりに強大なその力は神々の怒りに触れ、神獣が地上へと遣わされた。 要塞と神獣の激しい戦いが世界を炎と毒で包み、地上からはマナが失われていった。その時、聖剣を携えた勇者によって要塞は落とされ、神獣も人々の前から姿を消した。戦争によって文明は失われたが、 世界には再び平和が戻った。時は流れ、歴史は繰り返す。 ダンディーのグズ、ぼやぼやしてたら見つかって村長にまた怒られるぞ。そうだよ、村の掟じゃここに来ちゃいけないんだぜ。何でもお化けが出るとか。へへん、大人たちも幼稚だよな。俺たちが怖がって近づかないと思ってんだから。でもばあちゃんが昔滝で光り輝くものを見たってさ、 きっとすごい宝があるんだぜ。さあ、先を急ごう。落ちる。ああ。ああ。 こりゃ登れそうにないな。どうしよう。ランディ、ランディ。 村はこっちの方だな。ランディよ、さあ剣を抜くのだ。誰？ なんだこの剣は。うん、まぶしい。お化け。ランディよ、剣を頼んだぞ。 なんだなんだ。あ、剣だ。どんどん光が消えていく。村に帰ろう。
選びが、やばいぞ。ヘッヘッセイテテセイヘッヘッヘッテテヘッヘッテセイヘッヘッヘッセイ。お宝を見つけたのか？なかなかやるじゃん。
けないと思っていたが。ゲゲー、セイケン聞いたことあるよ。抜いたら村は全滅だって言ってたよ。まさかランディが抜いてしまうとは。伝説では聖剣がこの村を守ってくださるとされている。それが今抜かれてしまった。バカ野郎、なんてことをしたんだ。だからモンスターが暴れ出したんだな。お前みたいなよそ者が抜いちまったらおしまいだ。お前なんか。あ、やめろよ。よくやったぞ。待ってろ、今引っ張り上げてやろう。ああ、俺知らねえからな。その剣はどうやら本物の聖剣らしいな。大変なことになった。どうしよう。世界に危機が迫った時、勇者によって引き抜かれるはずの伝説の聖剣だ。しかし君はまだ若すぎる。きっと聖剣に何かが起こったのだろう。これ差し上げます。いや、ダメだ。聖剣は力を失ってしまっている。この剣を蘇らせなければならない。それは剣を抜いた者にしかできないのだ。どうすれば。水の神殿のルサルカ様に聞くといいだろう。200年もこの地を見守り続けてきた方だ。何かいい知恵があるかもしれん。ランディ、村長が家に来いってさ。では私は用があるので先に行くぞ。私の名はジェマ。神殿で待っているぞ。そうよ、安心できないわ。いつまたモンスターが現れるか。おお、ランディ、困ったことをしてくれた。その聖剣はこの村の守りが。突然モンスターが現れたのも、その剣が抜かれてしまったからかもしれぬ。そうに決まっておる。このままランディが村にいれば、またモンスターが来るぞえ。出て行け。そうだ、出て行け。出て行け、出て行け。はあ、残念だが仕方ない。ランディよ、この村から出て行ってもらうことにするよ。地下に宝箱がある。それで装備を揃えていくとよいだろう。
もともとよそ者のお前をこれ以上は私でもかばってやれん。許しておくれ、ランディよ。お前はもう覚えていないだろうが、お前はまだ幼かった頃、この村に母親と共にどこからかやってきた。だがお前の母親はすぐに行方不明になってし、私は身寄りのないお前を引き取り今日まで育ててきたが、お別れだ。きっといつか母親に会えるよう祈っているよ。達者でな。もう準備はいいのか？なら早く店で。寂しくなるけど仕方ないわ。だってあんたのせいだもん。それ見ろ、お前が政権なんか抜くからだ。出て行け。あんたが村にいると災いが。出て行ってちょうだい。それ見ろ、お前が政権なんか抜くからだ。出て行け。村長の言いつけだから売ってやるけど、用が済んだらさっさと村から出て行けよ。いらっしゃいませ。ご用件は？アーマーは村長の言いつけだから売っ、いらっしゃいませ。ご用他にご用は？アーマーはちゃんと装備して使えよ。準備はいいのか？村長の命令でお前はもう村に入れられないんだ。さあ行きなさい。いらっしゃい。わし、世界中をネットワークで結ぶ大砲やブロッサに水の神殿に行くんだろ。ジェマさんなら先に行ったよ。大砲で神殿までひとっ飛び。ジェマさんにお前の分もお金をもらったよ。乗ってく？そう来なくっちゃ。さあ大砲に入ってくれ。
我々はパンドーラ王国の魔女討伐隊だ。妖魔の森の悪い魔女を退治しに行くんだ。あの方は我々の隊長ディラックさんだ。若いのにしっかりしているよ。今度の任務は生きて帰れないかもしれないのに少しも嫌な顔をしないし。ディラック少佐、準備できました。よし、油断するなよ。出発。待っていたぞ。さあ行こう、ランディ。その一つじゃろう。聖剣の力が少し回復しておるようじゃ。モンスター以外にも剣の進化力を回復する封印があるかもしれぬ。それを見つけるのじゃ。私はかつてルカ様のもとで修行をしていたことがあるのだ。その時にこの世界を支えるマナの力のことを教わった。今失われつつある。ジェマよ、帝国の動きに気をつけるのじゃ。帝国はマナの要塞を狙っておる。マナの要塞？あの世界を滅ぼしたっていうおとぎ話の？おとぎ話ではない。本当に要塞はあったのか。帝国は要塞を蘇らせようとしている。帝国各地の神殿にあるマナの種子の封印を解こうとしているらしい。この神殿の周りにもすでに何者かが様子を探りに来ておるようじゃ。パンドーラ王国で何やら不穏な動きがあるようです。それと帝国に何か関係が？わからん。ジェマよ、国王に会い帝国に用心するよう伝えてくるのじゃ。わかりました。では早速。ランディ、ガイアのへそと呼ばれる洞窟に向かえ。ドワーフの鍛冶屋があると聞く。ドワーフたちにその聖剣を鍛え直してもらった方がいいだろう。剣が進化し技レベルを上げれば使える技も増えていくはずだ。しっかりな。そんなに怯えておる。その剣はまさしく聖剣じゃが、その光は失われ
もはや聖剣としての力は残っておらぬ。聖剣はその最後の力を使い、自らお主を選んだようじゃ。なぜ僕なんかを。わしにもわからぬ。じゃが、抜いてしまった以上、お主が聖剣を蘇らせねばならぬ。遥か昔、神々の最後の戦いがあった。その時に使われた神の船がマナの要塞じゃ。お前もおとぎ話として聞いたことがあるじゃろう。だが神々の戦いは本当だった。その時滅びかかった世界をギリギリのところで救ったのが聖剣だったとされておる。そうして生き残った者たちはマナの力に守られ、再び今の世界を築き上げたんじゃ。ランディは、帝国がマナの要塞を蘇らせてしまうと、マナは全て失われてしまう。その前に聖剣の力を蘇らせねば、世界は今度こそ滅びてしまうぞ。どうすれば。お主自身が聖剣にふさわしい勇者となるべく、勇気と力を身につけなければならぬ。さあ、祭壇のマナの種子に聖剣を掲げてみなさい。共鳴したのじゃ。これで世界のどこにおってもその聖剣には種子からのパワーが届くはずじゃ。世界にはここを含め全部で8つの神殿がある。それぞれの種子から力を授かるとよい。この先、錆びついた聖剣だけでは不安じゃ。この聖水で清めたブロンズランスも持って行け。聖剣と共に使えば、聖剣と同じように進化していくじゃろう。回復してやろう。セーブをしておくかね。まずはジェマも言っていたガイアのへそに向かえ。そこには地底神殿があるはずじゃ。ガイアのへそへは南のパンドーラ王国を抜けていくと良いだろう。